インスパイアは、ホンダ技研工業が生産、発売している高級セダンである。本校では、同一、または、後継車両である北米、アジア使用アコードについても記述する。レジェンドとアコードの間に位置する車種として1989年10月に、発売を開始。4代目までは、アメリカ合衆国環境保護庁の区分による、ミッドサイズカーの上限の大きさであったが、 5代目からは、従来通りの価格帯をキャリーオーバーしながら、フルサイズカーの加減の大きさに拡大された。日本国内では、初代から5代目まで同盟で23年間販売された。一方、北米やアジアでは3代目までが、アキュラビガー、トルコリラ、4代目、5代目はアコードとされた。日本での販売は2012年に終了したが、2018年に、 中国市場で名称を復活させている。1989年10月12日に後、ナンバーモデルのアコードインスパイアを発売。4代目アコードの登場から1ヶ月遅れで発売された。グレードは上位からアックスアイ、AGI、AGI の3種。姉妹車は3代目ビガーである。ホンダは1985年から英国のオースチンローバーグループとレジェンドを 共同開発、販売していたが、これにより、アコードとの間に、ラインナップ上の空きが生じたため、レンジを埋める、上級車種として投入された。当時のバブル景気に、多大な販売台数を誇ったトヨタマーク2さん兄弟などのハイソカークラスにあたるモデルでもある。アックスアイと AGI は、内装に、天道木工製の元決めパネルを採用しており、アックスアイには、 北米産ミルトルの玉目 AGI には西アフリカ産ゼブラのマサメを使用していた。AGI には黒色の樹脂パネルが装着されていた。エンジンは専用設計された G20A 型と2.5リットルの G25A 型。ホンダらしく高回転、高出力を念頭に開発され、スムーズに出力する特徴を備えていた。なお、 五気筒特有の一時空力によるエンジンの振動の対策には当初バランサーを用いていた。独特の FF ミッドシップレイアウトが採用され、縦置きにしたエンジン横にディファレンシャルギアが置かれているため、駆動軸がオイルパンを貫通している。なお、以降登場するホンダの高級車は、しばらくの間この構造が継承された。組み合わされたトランスミッションは、4足 AT の他に、 2.0リットルのみに5足 MT 仕様が用意されていた。1990年8月には全車にリア3点式、L アシートベルトを標準化。2段モーションオートアンテナやクルーズコントロール、電動格納式、ドアミラーもグレードを拡大して採用。1991年5月にはハイマウントストップランプ、シートベルトオーニングを標準化。また、 t c s と運転席、エアバッグ、ABS が全車にオプション設定された。1991年9月には特別使用車、リミテッドを設定する。1992年1月に全長を 140mm、全幅を 80mm とボディを拡大し、アコードを名乗らない3ナンバーモデル CC2 と CC3 が登場する。1992年4月には、 アコードインスパイアに特別使用車、スペシャルエディションを設定。1993年2月には、アコードインスパイアに特別使用車として、開ステージを設定。AGI をベースとし、オートエアコンディショナーやボディ同色電動格納式、リモコンドアミラー等を装備するほか、ダーク、仕上げ元決めパネルを特別装備した。 1994年1月には25ギをベースとした特別使用者、グランドステージを設定。1995年1月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1995年4月に在庫対応分が完売し販売終了。歴代の中で初代の販売台数が一番多く、発売後は日産、ローレルを上回る販売台数を記録し、 あとに三ナンバーモデルが登場すると、マーク2に迫るほどの売れ行きを伸ばした。ボディは4ドアピラードハードトップのみで、1992年に登場した三ナンバーモデルにも、そのまま受け継がれた。あとに販売主力は三ナンバーモデルへと移り、5ナンバーモデルも1995年のモデルチェンジまで併売されたが、グレードは AGI のみに整理された。特別使用者には、 AGI イスペシャルエディションや AGIF ステージなどが存在した。1995年2月23日、初代の誕生から6年後にフルモデルチェンジした。姉妹車はセーバーとなる。先代で採用されたワイドローのシルエットは、このモデルにも踏襲されたものの、居住性アップが求められたアメリカ市場からの要望に応じて、車体の大きさは先代とほぼ同じながらも、 室内は広くなり、車高も上げられた。アメリカでは、ホンダの高級車ブランド、アキュラにて、アキュラトルコリラとして販売される。エンジンは、先代から引き継がれた、直列後気筒の G20A 型と G25A 型とを踏襲した。主力の G25A 型は、レギュラー仕様の 180PS とハイオク仕様の 190PS の2種類があった。 1995年7月6日、レジェンドと共通の C32 アンペア型を搭載した 32V が追加。V 型6気筒エンジンの搭載に伴い、フロントセクションはレジェンドのシャーシを流用した専用設計となり、全長、全幅ともに多少大型化している。同時に、電子アナログメーター、天然木パネルが装備されており、質感が向上した。 1996年11月8日に一部変更した。運転席、助手席、エアバッグや ABS などの安全装備を全車標準装備と同時にカーナビはビックス対応型の立体地図タイプに変更された。1997年10月、20G をベースに特別使用者、リミテッドを設定。充電機能付きキーレスエントリー。 運転席 8way パワーシート、木目調センターコンソールパネルドアスイッチパネル、CD プレイヤー搭載オーディオシステムを装備する。1998年9月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1998年10月に3代目と入れ替わって販売終了。折しもバブル崩壊による不景気の影響を受け、初代に比べると、 コスト削減を余儀なくされたために品質低下した内装やファミリーカーの主役をセダンからミニバンへ移行させるきっかけとなった初代オデッセイの登場も相まって初代ほどの成功を収めることはなかった。1998年10月15日に仙台登場から3年半という異例に早いフルモデルチェンジを迎える。仙台に引き続いて 米国での販売も継続されたが、このモデルからアメリカ合衆国オハイオ州のメアリーズビル工場の生産に切り替わる。この背景には、V6 横置きが搭載できる車種が北米に生産が集中されたことと、当時の日米貿易摩擦を緩和する狙いがあったと、される。先代よりもパーソナルカーの色合いが濃くなったボディは、米国の衝突安全基準に対応するため、 サッシュ式ドアを持つ4ドアセダンとなった。また、より室内居住性も向上した反面、先代まで採用されてきた縦、置き FF ミッドシップレイアウトは廃された。インテリアも、運転席側にラウンドしたパーソナル感が強いデザインになり、ボーズサウンドシステムが全車種に標準装備された。1999年11月には、全席用エアバッグが、 衝撃の大きさによって2段階の膨張に切り替える ISRS エアバッグとなった。また全席用サイドエアバッグも標準化した。エンジンは先代まで存在した直列後気筒が廃止され、新たに開発された V6 の J 型のみとなる。ラインナップは2.5リットルの J25A 型と3.2リットルの J32A 型との2種類であった。 2001年4月4日のマイナーチェンジの際に J32A は 30PS アップした仕様に変更したが、これはもともとアキュラブランドで発売されているクーペモデルに乗せられていたものと同じである。組み合わされるトランスミッションは当初 S マチックが装備された4足 AT であったが、前期のマイナーチェンジの際に5足に改良された。なおこの台は歴代で唯一パーキングブレーキに 足踏み式を採用している。2003年5月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。2003年6月に4代目とバトンタッチして、販売終了。2003年6月18日にフルモデルチェンジした。姉妹車だったセイバーとは、この台で統合された。目標月間販売台数は2000台。仙台に引き続いて、サッシュドアを持つセダンボディを踏襲するものの、 ボディは北米仕様のアコードのものをベースに開発された。そのため、2代続いてきたアキュラブランドとの連携は、この代からは解消された。それに伴い、生産も米国をイオうメアリズビル工場から、国内の埼玉県鞘山市にある埼玉製作所に戻された。コンセプトは、先代から大きく変わらないものの、 より高級車的な方向へ性格付けされ、乗り心地も若干柔らかく設定されている。この台の最大の特徴は、エンジンの可変シリンダーシステムやドライバー支援装置などの新機構が採用されていることにある。グレードは、アバンツアレ、30トルコリラ及び30手の3種に整理され、最上グレードのアバンツアレに各種新機構が搭載されている。 エンジンは仙台にあった2.5リットルが廃止され、J30 アンペア型のみとなった。このエンジンに採用された VCM は低負荷時に後ろ側のバンクを休止させ、250PS の高出力と低燃費とを両立した。組み合わされるトランスミッションは仙台と同様の5速 AT。シーケンシャルモード選択時には、よりスポーティな走りを実現するため気筒休止されず、 常時6気筒燃焼となる。また、7代目アコードにも採用された h i です s は、フロントに設けられたレーダーで、自動的に前方の車両との車間距離を保つアイハック前方の車両との衝突を自動に回避する CMBS 及び、フロントに設けられた CMOS カメラ画像をもとに車線を認識し、車線維持をアシストするルコスを統合したシステムである。この機能は、 アコードやインスパイアを皮切りに、その後登場する4代目レジェンドやミニバンのオデッセイ、エリシオンや、クロスオーバー SUV の CRV など、ホンダの上級車に随時搭載されている。2004年11月には、付着した水滴を蒸発させ、雨天時の良好な視界を確保するヒーテッドドアミラーを、標準化。またシンボリカラーも追加。2005年5月には、 30手をベースに運転席、パワーシートと電動ランバーサポート、木未調パネルを標準装備した特別使用車、30テリミテッドを設定。2005年11月4日にマイナーチェンジを実施し、フロントグリルの変更とリアを大幅に変更し、テール部分は横長から台形風に変更され、テールランプを LED 化とした。2007年11月に生産終了。 在庫対応分のみの販売となる。2007年12月に5代目にバトンタッチして販売終了。北米で2002年9月にデビューした。エンジンは2.24リットルの K24A 型との J30A 型を搭載した。なお、V6 エンジンはインスパイアのそれとは異なり、VCM 非搭載版である。2005年秋のマイナーチェンジでリアデザインが大幅に変更された。 2004年12月に VCM 仕様の V6 エンジンを搭載したアコードハイブリッドが追加されたが販売は振るわず2007年6月には同年中の生産中止が決定した。また北米ではある程度の需要が見込めるクーペも引き続き設定された。2007年12月19日に発表し12月21日より発売した。ボディサイズは 先代より一回り大きくなり、中でも全長は 4940mm と大幅に拡大され、全幅もレジェンドと同じとなった。加えてエンジンの排気量も 500cc 拡大され、本モデルより実質的にレジェンドと同クラスに移行し、かつレジェンドのメーカー希望小売価格が最低でも550万円に設定されていることから従来のライバル車であるカムイリや、 スカイラインだけでなく1クラス上のクラウン、フーガの廉価版モデルに対する対抗車種としての役割も担うこととなった。月間販売目標は500台と発表されている。グレードはベースの35トルコリラ、ミリ波、レーダー式の衝突被害軽減ブレーキ、ACC や HDD ナビを標準装備とした35イールの2種類。エンジンは J35A 型で、 他社仕様とは異なるレギュラーガソリン仕様である。さらに、仙台と同様の VCM であるが、切り替える、気筒数が3気筒マイナス4気筒マイナス6気筒の3段階に改良されている。なお、国産のレギュラーガソリン仕様としては、初めて 280PS の最高出力を有している。組み合わされるトランスミッションは、仙台と同様の5速 AT であるが、 エスマチックは装備されない。ステアリングギアボックスは VGR が採用され、全回転角が3.2から2.6回転に減少している。ステアリングフィールをより向上させるため、パワーアシストは先代の電動から油圧に戻されている。当初、同一車種の車名を全世界で統一する方針の下これまで日本ではインスパイアとして販売されていた。 北米使用アコードを日本でもアコードとして発売し、日本使用アコードは2008年秋に日本でのアキュラブランド発足に合わせてアキュラブランドに移行する予定であった。しかし、日本国内でのホンダセダン販売台数の長期低迷からアキュラブランドの発足が2年先送りされ、それらが白紙撤回となったため、これまでドーリエンスパイアとして販売されることになり、 2007年の東京モーターショーにインスパイアプロトタイプとして展示された。2009年8月27日に一部改良が行われた。ドアやフロント周りなどに遮音材を追加し、静粛性を向上。メーカーオプションのレザーインテリアにアイボリー色を追加した。2010年8月26日にマイナーチェンジが行われた。 フロント周りや17インチアルミホイールのデザインを一新するとともに、内装には木目調パネルやシルバー調のインナードアハンドルを採用し、ホンダ木目調コンビステアリングホイールは新デザインのものを採用した。機能面でも、ホンダ HDD インターナビシステムや、う的検知ワイパーを標準装備され、リアリーディングライトを追加した。これによりモノグレード化され、 前期型に比べ価格を抑えた。2011年6月には、ボディカラーの見直しを行った。2012年9月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。2012年10月に在庫分が完売し、販売終了。インスパイアは23年の歴史に一旦幕を閉じた。後継者は9代目アコードに統合された。北米2007年8月21日に、 量産仕様が発表され、アメリカでは2007年9月より販売が開始された。エンジンは、先代と同様の K24Z 型と J35A 型が搭載され、V6 エンジンは、インスパイアと同様の VCM の搭載版と非搭載版がある。ハイブリッドシステムを小型車向けに絞る方針となったことで、先代にあったハイブリッドモデルは用意されていない。ボディタイプは、 セダンとクーペがあり、北米仕様のセダンの外観は、リアコンビネーションランプがトランクリットまで回り込んでいないなど、インスパイアと若干の相違点がある。ボディの大型化により、セダンモデルのみ、EPA 基準でフルサイズカーに分類されることとなった。トランスミッションは5速 AT と5速 MT、クーペでは5速 AT と6速 MT が用意される。 次回4モデルと V6VCM 仕様の5足 AT モデルには伏せぶ仕様がありカリフォルニア州の環境基準を採用しているアメリカ15州でのみ販売されている2009年秋にクロスオーバー SUV のアコードクロスツアーを販売したセダンをベースとしたファストバックスタイルの5ドアハッチバックでなだらかなルーフラインと大型のフロントグリルが特徴であるエンジンも セダンと同じ VCM 搭裁判の V6J35A 型で、トランスミッションは5速 AT のみ、FF とリアルタイム 4WD 仕様である。2011年モデルでは、フェースリフトが行われ、フロント部やリアのテールランプのデザインが小変更された、ほか、空力の改善や5速 AT の改良により、燃費が向上した。アジア2007年11月に、タイで発売が開始された。 中国、韓国をはじめとした、アジアの他オーストラリア、ニュージーランド等といったオセアニア地域でも販売されている。欧州、日本使用アコードと併売が行われる地域では、アコード V6 とネーミングされている。アジア使用はセダンモデルのみで、エンジンは地域によりサイチェシーイビテック 2.0L の r 2 0アンペア型も用意される。生産2009年半ば、 これまで、オハイオ州のメアリズビル工場で生産していた V6、セダンモデルの大半が、アラバマ州のリンカーン工場に移管された。リンカーン工場での乗用車の生産は、初となる。代わりに、メアリズビル工場と同州のアンナエンジン工場で直期、4モデルと直価4エンジンを増産し、日本の埼玉製作所からの直期4モデルの輸出台数を削減した。アジアでは、インド、 中国、タイで生産が行われている。マレーシアでは、現地メーカーのプロトンが2013年12月より、プロトンペルダナの2代目モデルとして、生産、発売。2016年6月には大幅にマイナーチェンジされ、独自の外装が与えられた。安全性米国道路安全保険協会の安全テストでは13項目で、最も評価の高い、グッドを獲得している。 横転テストと側面衝突でのキャビン強度の項目でアクセプタブルとなった。米国高速道路交通安全局の衝突テストのスコアは以下の通り。2018年4月25日、北京モーターショーで東風ホンダがインスパイアコンセプトを出展し、10月25日に正式発表された。中国では後期ホンダが製造。 販売を行っているアコードの姉妹車であり、東風ホンダではスピリアの後継者となる。また、東風ホンダではフラッグシップセダンとしての役割を担う。インスパイアの名は、日本市場での2012年9月の販売終了以来、約6年ぶりの復活となった。エクステリアは、フル LED ヘッドライトを採用したほか、10代目アコードと異なるバンパーや、 テールランプ等を装備することで差別化がなされている。インテリアは10代目アコードと大きくは変わらないものの、細かく差別化されており、ブラック、ブラウン、アイボリーホワイトが設定される。一部モデルでは、ホンダコネクト等の機能も装備される。また、すべてのモデルで、ホンダセンシングが標準装備されている。パワートレインは1.5リットルターボモデルのほか IMMD と呼ばれる2モーターハイブリッドシステムを搭載したモデルを設定。ターボモデルは最高出力1 4 3キロワット、最大トルクは 260Nm。ハイブリッドモデルは最高出力1 0 7キロワット、最大トルクは 175Nm。初代2代目、3代目、4代目、5代目。アコードインスパイア。トヨタ自動車株式会社。 2020年1月21日閲覧。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第38号3ページより。サンナンバー仕様登場の際には、バランサーを廃止、電子制御液体封入マウントで対処していた。アコードインスパイアのカタログ。リクルート株式会社。2020年1月21日閲覧。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第48号15ページより。 インスパイア1995年2月から1998年9月生産モデルのカタログリクルート株式会社2020年1月21日閲覧インスパイア1998年10月から2003年5月生産モデルのカタログリクルート株式会社2020年1月21日閲覧 デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第68号9ページより、プラットフォームは共通化されてはいるものの、アキュラトルコリラには専用のボディが与えられ、新たに日曜向けのアコードが、北米では、アキュラブランドに追加された、インスパイア2003年6月から2007年11月生産モデルの、カタログ、リクルート株式会社、2020年1月21日閲覧。 インスパイア、トヨタ自動車株式会社。2020年1月21日閲覧。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第86号15ページより、この数値は上位車種の4代目レジェンド前期型よりも 10mm 大きい。翌2008年、レジェンドのマイナーチェンジによる全長拡大が行われるまでの間、買イクラスの車種が 上位クラスの車種よりも、車体寸法が大きいという逆転現象が生じていた。世界金融危機により、2008年12月に、アキラの日本導入計画の白紙撤回を発表。インスパイアのカタログ。リクルート株式会社。デートイコール2020年1月21日。2020年1月21日。閲覧。ホンダエンハンセス。 フレキシブルマニュファクチャリングネットワークインノースアメリカプロダクションオブ V 六アコードウィルビギンインアラバマハットフスルディホンダアコード I 2009 I H S O、e、R, R G 二千九年四月二十八日閲覧フスルディホンダアコード I I H S O R G 二千九年四月二十八日閲覧 S A F E R C A R G O V SAFERCAR.gov2009 年4月28日、閲覧。2018年北京モーターショーで、中国専用電気自動車、リネン EV コンセプトを、世界初公開。ホンダ技研工業。2018年7月3日閲覧。ホンダ全身概念インスパイアーコンセプトスケショー。北京店。豆腐ホンダ技社。 2018年7月3日閲覧。周回18.28から24.98万円。ホンダ全身旗インスパイアー上司。布。豆腐ホンダ技車。2018年11月11日閲覧。ホンダインスパイアが6年ぶりに復活。アコード新型ベースで。北京モーターショー 2018. レスポンス。2020年3月8日閲覧。 ホンダインスパイアー正式上詞集18.28万から24.98万元人民もう人民もオ auto.people.com CN 2020年3月8日閲覧。ありがとうございます。